それでですねもう一度そのまあ第1回ということなのでこの番組の趣旨というのはですね私はご存知の通り文化人放送局のウィークエンドライブこれは元時事通信政治部長の加藤清隆さんと 毎週土曜日やってますねそれから各週水曜日で榊結衣さんと「インテリジェンス・アイ」という番組これはレギュラーでね2つやっていますでそのほかにもねチャンネルさくらさんですとか、えー、あの月刊花田の,あの花田さんと中間誌血跡細胞にも時々呼んでいただいたりするんですが最近の YouTube っていうのはですね、えー、扱えないいい話題っていうのがもうあまりに多いんですね特にね今年に入ってからものすごく増えてます。それから NG ワードって言うんですかこの単語を言わないでくださいってものすごく言われるんですね例えばですよこれそれ言っちゃうとこれまた YouTube バスされるかもしれないんでえっ、ー、と歯にぬ着せって言いますけど例えば流行病って、ね、皆さん何のことかわかりますねそれからお注射のことこれもお注射っていう例のお注射ですねそれから例えば二十二千二十年のアメリカ大統領選についてそれからこれもちょっと今言うのも大丈夫か YouTube の方向がフリーズしたら それは NG ワードだという証拠なんですがツイッター文書ツイッターファイルズ っていうのね。YouTube あの私のメルマガ取ってくださっている方は今第4弾まで全文訳を出してて、もう第5弾の訳も大体できているんですが、今本家は15弾までできてます。これねジャーナリズムと民主主義の歴史を激進させる大ニュースなんですけれども、これ YouTube で扱えないと言われてます。ですからね、それだと私まあアメリカのワシントン支局長をしていたり、イギリスのロンドン支局にいたりしても国際情勢も私のまあカバー領域であるにもかかわらずね。 大統領選とかツイッター文書とかそういうことが扱えないのであれば YouTube っていうのは時事問題を扱うプラットフォームとしてはもう不完全という以前にもうなんていうか時事問題がもう大事なことを扱えない状態になりつつあるということでえ前々からねそのこちらの,あのニコ生さんからお声かけいただいたんですがこれはもうそういうタイミングなんだろうということでこのタイミングねえ今日から始めるということになったわけです。それで ちょっと試しになんですけどね、えー、ちょっと実験を今からしたいと思ってますそれはですね今ある YouTube の番組でこれちょっとやばいから触れないでくださいというネタを今ね、えー、これ YouTube とそれからニコ生さんとダブルで同じ映像が出てるんですそれでもしね今ディバイス二つある方はニコ生で見ながら YouTube もね例えば携帯と iPad とか2画面で同じものを出していただくとちょっと面白いかなと思ってるんですね。なぜかというともしかしたら次に私が見せる映像とかそれから話題そのものが YouTube の人工知能の検閲に引っかかっていきなりフリーズしたり、えー、そのライブが落っこちる可能性があるそういうネタをねあと1分後に言います。で画像を出しますから YouTube を見てる方はそこでブチって切れたら「ああそういうことね」と思ってください。でニコ玉これれ大丈夫ってていいいう話話なののでで、えー、私実験ととしてね、えー、次の話題触れたいと思いますで何の話題かというと私のメールマガジンを取ってくださっている方は前回のアメリカ通信の4それが今日お送りしたアメリカ通信の5ここでいいですか NG ワードいきますよ。 中国の秘密警察が日本とアメリカにあるということがね、えー、メルマガでまあ2回にわたって書いたんです。で、えー、その映像を出してみようと思います。これから。それでメルマガを読んでくださっている方はご存知のように、私は1月15日にアメリカのニューヨークのマンハッタンにある、えー、中国の秘密警察の組織だとして、FBI がガサ、えー、家宅捜索に入ったところも行ってきて。 それメルマガで詳しく説明しましたね。今日配信したのにも書いてます。それで日本にも今5箇所あるんです。で表向きは4箇所ってことになってます。で私の取材でもう1箇所増えてます。これ場所はちょっとねメルマガに書きました。ただ、えー、ちょっと情報ソースの件もあるので今のところ4箇所プラス1がこれもすでにね勇敢、えー、富士山とかそういうところではあの報道されていますが、えー YouTube はダメだっていう説があるのでちょっと一回ね、えー、画像を出してみます。最初に出す画像はつい最近一昨日か昨日これも秘密警察だろうというふうに情報が流れた東京・中央区銀座8丁目の中国の秘密警察が入っているといわれるビルの映像をね出してみます。ささあどうだこれはですね、えー、皆さん 見えますですか私ちょっとなんかボケた顔してますけども、えー、後ろにね、えー、文字が見えると思うんですこれはね銀座の八丁目、あのー、私の、ね、奥に号、えー、ってていう、えー、白地に緑色の看板が出てますねこれがね結構有名な政治家なんかも使うまあ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 の中華料理店でこれね銀座と赤坂にあるんですけどここは銀座本店なんですね。 それでこのビルが、えー、東京会館京というビルの1階が号なんですで私のお左奥に「維新号」が見えてでこれの私の反対側ね維新号の反対側にこの建物の入り口がありますが昨日と今日行ったんですけどシャッターが降りて中入れなかったんですけどここについてちょっと取材をしているのでこれはねメールマガジンとか 次のこの「ニコ生」とかで掘り下げてみたいと思いますがえー、で現段階でこれ YouTube 落ちてますかね落ちてないあこれはいいんだ中国秘密警察っっってててで言も大丈夫だってことが今日分かりましたそれでねじゃあ次の映像言ってくださいそれで、えー、これが銀座なんですけどもともと東京にあると言われてたのは別の場所がありましたね それが秋葉原なんです、えー、これ後ろにね、えー、またあの上が白くて下が黒いビルがありますねそれでアルファベットでとといいううふうに読めると思いますこれがあその中国の秘密警察が入っているとこれスペインの、ね、人権団体とか、まあ、各種のお人権団体が、えー、指摘しているビルがこれ秋葉原の清、ね、洲橋通りっていう秋葉原の駅から浅草橋の方に歩いて まあ10分かかんないぐらいのところにある、まあ、きれいなビルなんですけどここはホテルなんですね中央ホテルってホテルなんですけど今日私行ったんですけどピンポンしても出てこないんですよ電気はついてんだけどだからホテルとして機能してないっていうことですねそれでこれでも YouTube 落ちないということは秋葉原の中国秘密警察も大丈夫ってことですねじゃあ次行きますね これね、また今度映してるのはこれがですね、これはなんと名古屋、名古屋の栄養区というところのお繁華街にあるうビルなんですね。で、私の左後ろに黒くて一番上に白い、うん、あの細長いビルが映ってると思います。これね、栄養区の中東ビル、中国を統一するの中東ですね。中東ビルの三階とか八階とかに。 例えば日中交流センターとか愛知各協協会とかそういう組織が入っているんですがそのうちのまあある組織がえ中国の秘密警察だと指摘されているんですねそれで次もちょっいきますねでこれはですね今までお見せしたのとちょっと雰囲気が違うところなんですねこれは福岡県の中国の秘密警察だと言われているところで えー、福島県の福島市の,の博多中洲とかああいう楽しいところからちょっと西に行った、えー、電車で30分ぐらいですかね糸島市というところのさらに、えー、その西側に二条っていうきれいな港っていうかなあの湾があるんですけどそこにある 中国系の医療機器メーカー F ツー株式会社というところなんですね。で、ここはもうね、ちょっと見て分かっていただけるように、今までお見せしたあるいはニューヨークのマンハッタンのチャイナタウンにある中国秘密警察とは全く違う場所です。もうただのね、山の中というかな、あのコースあの自動車道路の脇なんですけども、隣は山で。 周りは田んぼなんですねなんでこういうところに中国の秘密警察があるんでしょうかということも私がここを注目している理由というのはねでメールマガジンで書きましたけれどもまず、えー、ニューヨークの,おーそのチャイナタウンの施設というのが福建省福州市というところのね えー、アメリカ凋落海航会公開というまあ施設の名前なんですよ。でこれはまたね今度興味があるならこの「ニコナマ」でも詳しく説明しますが、えー、日本のねさっき最初にあこのね、えー、これが秋葉原の施設をね、えー、お見せしたと思うんですけどここも、えー、施設の名前としてはですねちょっと待ってくださいね。 これ、えー、がですね日本重連合総会それから日本福州商会株式会社福州っていうのはそうするとニューヨークにで FBI のガサを受けた施設と東京にある秘密警察とされる施設が同じ福建省福州市の関連施設だっていうことなんですよね。 そしてニューヨークの施設については FBI 長官がアメリカの主権を侵害しているそれからここが行っている法執行機関としての活動に深い懸念を示すと述べているんですでここに強制捜査が入ったのが去年の10月のことなんですねそしたらねこの秋葉原の施設には なんで警視庁とかあるいは東京地検特捜部とかそういう日本の捜査機関はこれ調査捜査に入らないんでしょうかなんでアメリカの警察ができて日本の警察ができるは日本の警察はできないのでしょうかえー、あるいはやらないのでしょうかということについてね私はすごく疑問を感じています。それで、えー 私ねニューヨークでこういう取材をしたり、えー、日本でもこういう取材をしたりした時に何度かね尾行されるんですよね露骨にこれもメールマガジンで書きましたけれどもアメリカでも尾行されましたそれから東京でも尾行されましたそれからまあはっきり言って名古屋でもされたんですねあとついてくんですよで何ですかって声かけたら逃げるんですねだからまあ何ていうのかなあ 非常に不思議なことが起きているそれなのに何で日本の警察は動かないのかなということについては、えー、まあ何というかなあ、まあ、ニューヨークと日本、まあ、両方見たのは今のところそんなたくさんいないでしょうからそれがなぜ福建省福州とかあるいはに南通市とか浙、ね、江省とかいろいろな中国の沿岸部の町だったりそういう名前の豪遊会とか華経協会とかいう組織を 凶暴しててて、えー、秘密警察活動を行っていいるると疑われてるわれけですよねこれについて岸田首相あるいは警察庁あるいは外務大臣これ何かやってるんでしょうか去年の11月29日だったかな林芳正という外務大臣は主権を侵害するようなことがあるのであればこれは問題だという発言をしてるんですが。 それからもう1ヶ月以上経ってるわけですよね、えー、その間何をしてるんでしょうか、えー、これもね、えー、それからこれをね、えー、アメリカでガサが入ってるで主権の侵害だとそれからこの人たちは、えー、その反体制派民主派例えば天安門事件で、えー、その独裁反対中国共産党独裁反対といって戦った人たちを監視してそれアメリカにいる人日本にいる人を監視して 脅したりまあ,あすまあなんていうかな揺すったり恫喝したりして中国に、まあ、反強制的に送還してるんだと言われてるこれは人権侵害ですよねで。それ以外にもニューヨークの施設ではその施設の長はニューヨーク市長に献金をしていることが分かってるんですね。そうするるととこれは単なる秘密警察として 在米中国人あるいは在日中国人のみを対象にしているのではない可能性は極めて高いんです少なくともアメリカではニューヨーク市長にこの組織からお金が渡っていることは明らかになっているじゃあ日本のね銀座の施設秋葉原の施設あるいは名古屋の施設福岡の施設日本の政治家にお金をまいていませんかこれ調べてもらわなきゃいけないお地震ですかね地震ですねそれで とということで、えー、まず私はこの問題大問題題大だと思ってるんですただこれを問題の深刻さに比較して日本ではね本当に夕刊フ富士山」とかあと「産経新聞」さんとかが少し書いてる程度で、えー、ほとんどニュースにならないしかも YouTube では使えないですと宣言されちゃうことが多いもんですからね、えー、まず「ニコ生」を始めさせていた「だいた 私の動機の一つがこれなんですということでまずこれ扱ってみました。で YouTube は生きている。ということは YouTube で「中国秘密警察!」と叫んでも今のところ大丈夫だということが今日の実験で明らかになりました。えー、文化情報説局ののスタッフの皆さん そんなビビんなくても大丈夫みたいですよ。ただ広告がつかないってことはあるのかもしれませんね。僕はあんまり YouTube でお金儲ける気がないので、えー、広告そもそもつかなくてもいいし、もうあの全然稼いでないんでいいんですけど。 えー、つくあの事業としてやってるプラットフォームは広告がつかかないいともう会社潰れちゃいますからね私もそういうことで、えー、文化人放送局さんとかチャンネルさくらさんとか他の方々に迷惑をかけたくないというのもあってニコ生なら心置きなくもうスタッフの方全く止めてくれないんですね何でもいいと言ってますから、えー、もう思う存分今後このチャンネルでは話を進めていけるなと思ってるところです。 それから、えー、インターネット上でもほとんど話題にされないネタについてね、えー、扱いますので、えー、YouTube でご覧の方は